どうも陽次郎です。はい、ですね、まあ、7月19日ということで、ついに、今週の、木曜日ですか、木曜日に、72時ライブ透明ハンツアーの、最終日ってことで、ゼップダイバーシティでライブがあるわけですけども、それの、僕は夜公演に、参加します。はい、ついに来ましたね、この日が、この週がって言った方がいいんですかね。はい、ついに僕もライブに行けるのかと思って、まあ、すごく楽しみなんですけども、ですね、ちょっと、僕のチャンネルの方も今現在、見たら661人の方が、登録してくださって、本当に、ありがとうございますっていう気持ちが強いんですけども、で最近、ツイッターとかでも、新しい方フォローすると、まあ、たまたまですけども、あ、動画見てますみたいな、ダイレクトメッセージをいただいたりとかしてるので、ちょっと聞いてみようと、動画見てる皆様にちょっとお聞きしたいことあるんですけども、僕とその22日にエンカウントしたいですか？そう、まあ、偶然でもいいんで、まあ、お会いしたいですかみたいな、お話なんですけども、そんなに、自分で言うのもこれかなり気持ち悪いなと思うんですけども、こんなに、僕ここでね、わーとかギャーとか喋ってますけども、これ、顔を出してないから、こんなにガンガン喋るんですよ。だから、アマチサリーと僕はほぼほぼ一緒だと思ってください。わかりやすく言いますと、本当に、顔出ししたら、本当に、あ、はい、みたいな、ありがとうございます、みたいな、僕、本当に会ったらこんな感じの人間なんですよ。だから、もし、ダイバーで、もし、仮にエンカウント、まあ、直接会った、みたいな、方がいても、やたらあいつなんか幼児よって人やたらテンション低かったんだけどみたいなことを、ツイッターとかにつぶやかないでください。本当になんか人見知りなんです。はい、そうなんです。はい、でそういう感じ、もし、エンカウントできたらいいなーみたいな感じですね。はい、でですね、まあ22日は、僕お仕事終わりでお台場の方に行くんですけども、まあちょっとなんかね、その時、まあ、実写動画というか、そういうものを撮ろうかなと思ってて、その時に、まあ、マスク越しではあるんですけども、ちょっと顔公開しようかなって思ってます。はい、別に求めてないですよね。前にちょっとツイッターで聞いたことあるんですよ。顔出しした方がいいですか、顔気になりますかみたいな、投稿者の顔みたいな感じで聞いたことあるんですけども、その時はいやーそこまで気になんねえよみたいな感じだったんですけども、でもそうですよね、なんか僕結構気に考えてたんですよ。どこからタイミングでなんか顔出しというか、そういうものはちょっとしたいなというか思ってたんで、まあこのタイミングにちょっと顔出し、まあ、マスク越しではあるんですけども、まあ、できたらいいかなって思ってます。はい、まあ、顔出てるんですよね、プロフィールに、ツイッターのあそこのアイコンに、ツイッターじゃねえわ、 YouTube のアイコンに、あれ僕ですからね、ヒゲは生えてませんけども、はい、という感じの動画です。はい、特になんか内容なかったですね、ごめんなさい。はい、とりあえず、エンカウントしていただけたら、ご挨拶はいたします。はい、もしかしたら塩対応かもしれません。その時は本当にごめんなさい。はい、僕のこと嫌いな方もいらっしゃると思いますが、その時はね、なんでしょうね、嫌いでもなんかできれば暴力は振るわないでほしいなと思いますし、できればなんかすれ違う時にチーくらいのね、下打ちにしていただいてたらありがたいなって思います。はい、あとは、多分、その会場まで、
なんか動画撮影というかそういうことをしてると思うので、まあ声かけてくれたら、まあ、嬉しいなって思います。